いつも支えてくださってたのがスポーツボランティアの方々で、身近な存在でしたね。皆さんなしでは成り立たない。本当に大切な存在。ボランティアの方ってこんなに優しいんだ。2012年ロンドンオリンピックに出場させてもらった時に、すごくボランティアの方ってこんなに優しいんだっていう印象をすごく受けました。で、会場に行ってもやっぱり会場練習をしたり試合に向かう時にはすごく選手たちは緊張しているんですけど、本当にボランティアの方々がニコニコしていて、なんかファイトとか、なんかこう頑張ってとか、日本語を覚えてくれて、日本語でこんにちは、おはようございます、ありがとうとか、そういった言葉をかけてくれた時にはすごい選手たちもこう緊張が和むというか、楽な気持ちにもなりましたし、そこがこうボランティアの方々に対してこうすごい優しいんだなって感じたところではありましたね。子どもたちがこう体操を好きになってくれる、またはこうスポーツだったりこう体を動かすことの楽しさを知ってもらうために、こういろんなところでこうボランティア活動をさせてもらったりはしてるんですけど、一番やっぱり多いのは3兄弟で地元和歌山でこう恩返しをする気持ちでもあるんですけど、子どもたちに体操の魅力、楽しさっていうのをこうたくさん伝えていける活動はさせてもらってますね。子どもたちに、なんだろうな、こう自分たちがパワーを与えたい、気持ちを伝えたいっていう気持ちで行かせてもらったんですけど、逆にいつもパワーをいただいて、本当になんかボランティアの方々も含め選手も含め、なんかお互い一緒にこう支え合いながら前に進んでいってるんだなっていうのも感じることができた。福島だったり岩手かな、行かせてもらって、こう選手たちで演技をしたり、みんなが見てくれてる前で演技をしたりとか、こう自分たちの気持ちだったり特賞をしたりとか、いろんなことをさせてもらって、本当にみんなで一歩ずつでも前に進んでいこうねっていう気持ちで行かせてもらったんですけど、大好きな体操をさせてもらってることにも感謝することもできましたし、こんなにたくさんパワーをみんなに与えることができているんだっていうのも実感した瞬間でもありましたね。ボランティアの方々自身が現場だったりこうボランティア活動を楽しんでもらいたいっていう気持ちはあります。こう現場のいろんな位置を把握しておいてほしい。お手洗いの場所、体育館の場所、更衣室の場所だったりっていうのを選手たちがこう気軽に聞いた時に、すぐにここですよ、あっちですよってこう答えてもらえることは、やっぱり選手にとって安心な気持ちにもなるので、そこはすごい把握していただいてたら嬉しいですね。本当にこう選手たちと一緒にいる環境がやっぱボランティアの方々は多いと思うので、いる時に一緒にこう会場を盛り上げてもらえるぐらいパワーだったり元気っていうのがあれば嬉しいなと思います。試合だったり大会だったりイベントを作るときに、ボランティアの方々、スタッフの方々がしっかりこうアスリートを支えてくれているんだなっていう思いっていうのはすごく感じました。で、なんかこうボランティアの方がアスリートをすごい支えてくれているんですけど、アスリートもこうボランティアの方々と一緒に楽しんでこの一つの大会を作っていくんだっていう気持ちにもなっているので、お互いでこう支え合う気持ちっていうのが、本当にこう一歩選手から離れてみんなをこう見た時に感じることができたので、私自身はアスリート現役時代の時から実は気づきたかったなっていう思いはありましたね。そういう部分で本当にボランティアの方々には感謝の気持ちでいっぱいですね。本当にあんだけこうアスリートが輝ける環境を作ってくれているのはボランティアの方々、もちろん運営の皆様、スタッフの皆様のおかげなんだなっていうのは
改めて知ることができました。いやもう感謝の気持ちでいっぱいですね。ボランティアの方々がいないとアスリートは成り立たないですし、アスリートたちがこう輝いてくれるおかげでボランティアの方々もアスリートをすごい応援したいっていう気持ちにもなると思うので、本当にこうどっちも輝く環境づくりをこれからもできればいいなっていうふうに感じます。私たちがスポーツをすることができるのは、応援してくれる人がいて、クラブや団体を支えるボランティアや大会の運営を支えてくれるボランティアがいるからです。だから全力で戦えてきましたし、これからも世界に挑みます。スポーツを支えてくださる全ての皆さんとこれからも一緒に戦っていきたいし、スポーツ界を一緒に発展させていきたい。スポーツボランティアの皆さん、いつもありがとう。そしてこれからもご協力お願いします。